日本関東地方千葉県市原市辰見台東辰見台東は千葉県市原市に存在する町廷辰見台西と並ぶ辰見台地区のうちの一つである現行行政地名は辰見台東1丁目から辰見台東5丁目である郵便番号は290の0003辰見台東は市原市の北側に位置する周辺は西に 同じ辰見台地区である辰見台西と隣り合うほか、北に大馬や北東に草刈り、東に久々、南に小木作、南西にノーマンとそれぞれの地名と接する。この町長内には複数の商業施設が並んでいるほか、企業や学校関係などのそれぞれの社宅や寮もいくつか建っている。住宅街の地下では2016年の工事地下によれば、 辰巳台東2丁目4番4の地点で53,400となっている。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。辰巳団地のバス停。奥に見えるのは、オフ市原辰巳台東店。バス路線では、小港鉄道バス園田営業所のうちの 八幡たし駅を発着する81.0203系統、五井駅を発着する5 4.31系統、千原台駅を発着する5 33系統などが、この町町内にある千葉老祭病院を回りながら道町町から各方面へ走行している。鉄道路線がこの町内に通っていないため、この町底から各方面の駅まで同バスを使う場合が多い。この町町内に、 国道や千葉県道は通過していない。イオンタウンタツミ大タツミ大島の道路沿いにある地元の商店街についての非常に古い案内図。掲載されている店舗の多くは現存しないが、中小規模の商店が多かった時期の様子を知ることができる。この地図は南北が逆になっており、タツミのパークとあるのは現在のパチンコ店、タツミパークである。地図のやや右下にある 郵便局は市原辰美大西郵便局を指している。ありがとうございます。